こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、たこ焼きを8パック64個買ってきました。で、こちらはですね、どないやっていうたこ焼き屋さんのたこ焼きです。関東に、ね、何店舗かあるお店ですね。美味しいんです、こちらのたこ焼きが。いただきます。結構な味の種類があって、まずはこちら塩たこ焼きです。塩です、塩。何もついてないみたい。素材の味が生きてます。これドナイヤのたこ焼きね、中がねトロトロでめっちゃ美味しいんです。わかります？これ銀だことはね違う感じですよね。塩味がちょっと効いてて美味しいです。次はてりたまたこ焼きです。サンドイッチの具みたいなやつが乗ってます。優しい卵の味がよく合います。そのキャリアソースの味がそこまでせんかも。卵の味が強くて美味しいです。次はね、これなんだろうな。これは醤油ですね。あっさりしてます。あっさりしとってお醤油が香ばしいです。夏は皆さん水分補給をよくしましょう。なんか飲み物って飲める時と飲めない時がありますよね。次は明太子マヨたこ焼きです。明太マヨはね、何にかけても美味しいですね。優秀ですね。こうつけると寒いし、消すと暑いような、そんな季節になってきましたね。食べてるだけは余計ですね。で、次は柚子ソースたこ焼きです。柚子がよう効いとる。さっぱりさっぱりですね。次はコーンマヨです。コーンの食感がプチプチしとって甘くて美味しいです。で、次はポン酢です。マヨポン、なんか珍しい入れ物。ポン酢うまいですね。さっぱりです。で、最後は一番オーソドックスなソースたこ焼きです。甘いソースがたまらないですね。私はやっぱりこれが一番好きです。最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。たこ焼きめっちゃ美味しかったです。たこ焼きって幸せな気持ちになりますね。もうあのまるっとしとって、中の生地はとろけとって、もう素晴らしい。あれは芸術です。たこ焼き is beautiful です。
とっても美味しいので、皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。では今日もこちらにおすすめの動画を貼っておきますので、よかったら見に行ってみてください。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。皆さん動画の通知ボタンはオンにしてくれてますか？チャンネル登録の横にあるベルをクリックしてもらえるとできますので、してもらえると嬉しいです。明日もみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。バイバーイ。